皆さん、こんにちは。2023年7月12日、モデルやタレントとして活躍していたリューチェルさんが都内マンションで死亡していたという報道がありました。報道では、捜査関係者によるとリューチェルさんは12日の午後5時半ごろ、東京・渋谷区笹塚の事務所で亡くなっているのが見つかり、現場の状況などから自ら命を絶ったとされていました。リューチェルさんといえば、2016年末にタレント、モデルとして活躍しているペコさんと結婚し、第一子も誕生したことですっかりパパになり、世間ではいい夫やいいパパなどと評判で、2018年10月18日には育児を楽しみながら頑張ったパパタレントを表彰するイクメンオブザイヤー2018芸能部門を受賞するほどでした。その後も個人事務所を立ち上げ、夫婦でタレントとしても所属するなどし、二人の芸名の表記も英語表記に変更しています。夫婦で芸能活動を続けていくかと思われましたが、2022年8月25日に父親であることは心の底から誇りに思えるのに、自分で自分を縛り付けてしまっていたせいで、夫であることには辛さを感じてしまうようになりましたと妻ペコに明かし、離婚届を提出します。以後は人生のパートナーとなると公表し、翌26日には所属事務所からコメントを発表。新しい家族の形として同居は続ける、事実婚というカテゴライズではないとしていました。そんなリューチェルさんの死亡は世間の人々に衝撃を与えていることでしょう。自殺と見られていますが、本当なのでしょうか。近年有名人が他界していくことが多い気がしますが、その中でも自らこの世を去ることが多いですよね。確かにリューチェルさんは近年干されているという噂もあり、精神的なダメージから自らこの世を去ることを図った可能性も高いと思われます。正確な死因はまだ分かりませんが、これにつながった可能性のある干されたという噂の真相はどうなのでしょうか。今回はリューチェルさんの干されたという噂の真相や遺産相続などに関係のある貯金などについて迫りたいと思います。まずリューチェルさんが干されたと言われるようになった原因は、テレビ出演の回数が激減したことだと言われています。そして干された理由は複数あると噂されていますが、主な4つの理由を見ていきましょう。1つはタトゥーで炎上したことだと言われています。2018年8月にインスタで妻ペコさんの名前とご長男リンク君の名前をタトゥーで入れたことを明かし、そのことで世間から批判されていました。その時のリューチェルさんのコメントがこちらです。それなりに予想はしてたけど、こんなにも偏見されるのかと思いました。こんなに偏見のある社会どうなんだろう。仕方ないよね、ではなく、僕は変えていきたい。僕のお父さんも僕が生まれた時背中に竜を入れました。僕は一度も嫌な思いをしたことがないし嬉しかったです。不自由をしたこともないし、ママからもパパからもたくさんの愛をもらい育ててくれました。だから僕自身偏見も何もありませんでした。それも大きいかもしれません。この体で僕は大切な家族の笑顔を守るのです。なのでこの体に大切な家族の名前を刻みました。隠すつもりもありません。でも意地でも出したいわけでもありません。自然に生きていきたいです。偏見がなくなりますように。ネットでは賛否のコメントが殺到していましたが、芸能人ではタトゥーを批判的に見ている人は意見していなかったのか、タトゥーを入れることは悪いことではないといった意見が比較的多かったです。しかしペコさんと離婚された後にはタトゥーが変わってしまっていたそうです。リューチェルさんを担当している美容室のインスタグラムで投稿されたストーリーの動画がタトゥーが見える服装だったのですが、以前のハート型で妻子を愛しているといった内容のものではなくなってしまっていることに世間の注目が集まっています。現在は竜のマークになっています。以前のタトゥーを消したことに関して、正直もういい印象ないな、新しい家族の形とか都合のいいこと言ってるだけだったのか、タトゥー修正したか、笑うなどなど、ポジティブに捉えられてはいないことがわかります。もし将来リューチェルさんが再婚したらタトゥーはどうなるのでしょうか。干された理由の2つ目は藤田ニコルさんへの言葉で大炎上したことのようです。テレビ番組行列のできる法律相談所
に出演した時に、藤田ニコルさんからチェルチェルビームはニコルンビームの真似をしていると指摘された時のリューチェルさんのコメントが、あ、それしかないから怒ってるのかな。ニコルンビームで3年5年食っていけるかって話ですよね、と挑発的でした。もともとお互いが嫌い同士だったこともあってこのコメントになったようなのですが、テレビに出ていることをもっと意識して発言した方が良かったような気がします。このやり取りがきっかけでリューチェルさんの SNS でのフォロワー数が一気に減ったそうです。桜井有吉座夜会では藤田ニコルさんが嫌いなモデル R という話でリューチェルさんが登場し、チェルチェルビームのことをなんで一回やったか教えてほしいとリューチェルさんに質問していました。リューチェルさんは軽い気持ちでやっていたようですが、藤田ニコルさんとしてはそれで受けてたりする時もあるから帰って泣いたりとかもしてたもん、悔しくてとすごく悩み苦しんでいたことを告白しました。桜井有吉座夜会の番組 MC を務める有吉弘行さんもそのことに対して、やっぱり軽くジャッジしてみるとリューチェルの方が悪いなって感じがするとコメントしていました。しかし現在は共演したリューチェルさんが来るの超怖かったから今日と言ったのに対し、藤田ニコルが大人の対応をしました。そうだよね、ごめんねとリューチェルさんとのわだかまりがなくなり、以前のようにバチバチではなくなったようです。世間では壇蜜が橋本まなみを嫌いなのと一緒だよな、それでもこうしてテレビ出演のチャンスを与えてる藤田は偉いと、リューチェルさんよりも藤田ニコルさんが好感度がより上がったようです。干された理由の3つ目として上がっているのは飽きたというシンプルなものでした。一時期は本当に出過ぎではと思うくらいテレビにたくさん出演していました。リューチェルさんは独特で好き嫌いの分かれるキャラクターですよね。ツイッターではリューチェルは世間からはもう秋が来てる、風前の明かり状態でペコと結婚とか必死に話題探ししててようやく見つけた新たな釣り針がニコル煽りな気がしてならないというような否定的な意見もありますが、結婚直前にはリューチェル普通にだいぶイケメンだよね、ペコちゃんのこともめっちゃ大事にしてるし、ペコちゃんも可愛いし、リューチェル大好きだし、いいカップルだな、一緒にいても絶対飽きなさそうだし、毎日が楽しそうなどという肯定的な意見もありました。お笑い芸人もブレイクしたネタがあったらテレビではそればかりさせられると嘆いていました。結果的に飽きられて一発屋で終わってしまうことも多いですよね。芸能界は浮き沈みの激しい世界なので飽きられることも珍しいことではないと思いますが、パパになって深みが増してきたリューチェルさんの魅力をもっと出してほしかったですよね。干された理由の4つ目はペコさんと離婚した理由が自分勝手だと炎上してイメージダウンしたことと言われています。結婚前から性自認についての自覚があったにもかかわらず、ペコさんと結婚してお子さんまでいらっしゃることが大炎上しました。自覚がなくて結婚した後に気がついたのであればまだ仕方がないで済んでいたかもしれませんが、そのあたりが世間から厳しい意見がたくさん出てしまう原因だと思われます。ファッション関係者が言うには、元妻のペコと共に10代のファッションリーダーだったのは昔の話、若い女性はペコに同情的で、アパレル業界の仕事は離婚発表後に激減、育児雑誌からも声がかからなくなった、テレビタレントとしても扱いづらくなっているように思いますとされており、また芸能関係者も難色を示しています。離婚後も同じ屋根の下で親子3人暮らし続ける理由はこの2人の元夫婦にしか分かりません。長男はそろそろ物心がつく年齢になります。リューチェルが自分らしさを主張するのは自由ですが、他の園児や保護者の前でもスカートの奥が見えそうなファッションや網タイツ姿を晒すのでしょうかと厳しい意見があります。いつかリューチェルさんのような生き方が世間から受け入れられる日は来るのでしょうか。リューチェルさんは離婚しても同居を続けており、離婚理由は性自認をカミングアウトしたこととしていました。2022年8月25日のインスタグラムでリューチェルさんとペコさんがお互いに夫婦関係の解消をして、今後はパートナーとして子供の父親母親として一緒に暮らしていくことに決めたと発表しました。リューチェルさんは親子3人の写真を添え、
これからは夫と妻ではなく、人生のパートナーとして、息子の親として、今まで通り家族で暮らします。本当の自分と、本当の自分を隠すリューチェルとの間に、少しずつ溝ができてしまいました。多様な生き方を呼びかけてきた僕なのに、夫であることは正真正銘の男でないといけないと、と自身の生き方に葛藤していたことを告白しました。このままでは自分がダメになるとペコさんに打ち明け、今までつらかったねと泣いて抱きしめてくれたことも明かしていました。この決断はすごく悩んで決めたことだったと思われます。リューチェルさんが女性を初めて好きになったのはペコさんだったと明かしています。一方でカミングアウトされたペコさんは、最高の彼氏だったし最高の旦那さんだったなどとリューチェルさんのことを肯定するコメントを出していますが、インスタグラムで、正直墓場まで持って行ってほしかったと一瞬たりとも思ったことはないといえば嘘になります。だけどそれ以上に、もし本当にリューチェルがこの先何十年おじいちゃんになるまで一人で抱え込み続けていたらと思うと本当に怖いし、こうして今生きて勇気を振り絞って私に打ち明けてくれたことにありがとうの気持ちでいっぱいなのですと本音を吐露しています。離婚届は提出済みで、所属事務所もお二人の離婚を認めています。2022年10月23日放送のテレビ番組サンデージャポンに出演した時に、爆笑問題の田中裕二さんに発表後に気持ちの変化はあったのか聞かれると、上から水も落ちてくるみたいに愛も上から落ちてくるんだな、自分たちがハッピーになってそういう空間を作ってやっぱり息子の笑顔を守れるというか、それを絶対に守るために勇気を振り絞ってした選択ではあった、ちゃんと自分らしく輝きながらこの居場所を余裕を持って守れるっていうところは良かったんじゃないかなって今は思います。離婚とその理由を発表した時は炎上しましたが、その後は笑顔で語ることができるくらい落ち着いてきていました。しかし夫婦関係解消についての世間の反応は様々な憶測も広がっており、リューチェルが性同一性障害に目覚めた、好きな男性ができたのではなどといった声も少なからずありました。夫婦やパートナーなどいろいろな形があって、昔に比べると多様化していますが、今後どのようになっていくのか注目が集まっています。ですが離婚後インタビューに答えたリューチェルさんが、他に好きな人ができたのではないかという疑問についてはっきりと否定しています。リューチェルさんは、他に好きな人ができたのではないかという声があることについて、そういうわけではないです、ただそう思われるのも仕方がないなと思います、それくらい新しいことをしているんだと感じましたとしていました。夫婦関係の解消について公表しなくてもよかったのではという声にも、リューチェルさんは、新しい家族の形にしますとなった時にそれが外に伝わって、その理由について憶測であることないこと言われるのであれば、ちゃんと理由を言いたいと思いました。ただ公表するのはとても怖かったです。憶測が飛んでもそれは違いますと否定すれば済む面もありますし、正直ギリギリまで悩んでいました。ペコさんも、私の目線からだと、息子に誇りを持って話せることは世間に言っていいと思う。リューチェルの本当の自分については、私は一切恥ずかしいとか、何それとも思わない。そこはリューチェルには私には計り知れない勇気や恐怖があったと思うけど、それを言うことで勇気をもらえる人もいると思いました。ただ、何よりも、息子にも誇りを持って話せる事実なのだから、世間に伝えたらいいと思いましたと、しっかりと理由を明かしています。誤解されるよりは、息子さんに対しても誇りを持って話せることは世間にも公表するといったスタンスだったようです。高校時代に母親に男性が好きだということをカミングアウトしたとも話していたリューチェルさんは、性転換をしたのではと言われていました。はっきりと性転換しましたなどといったことは公表されていないので、現時点では本当に性転換をしたのかどうかは分かっていません。性転換したのではと言われるようになったのは、リューチェルさんの胸元が膨らんだ画像がきっかけです。この頃はこの画像だけでは実際に手術をしたのか、ブラジャーなどを装着しているだけなのか分かりませんでしたが、その後
ますます胸が大きくなったのではと話題になっていました。またその後もスレンダーなボディに谷間が確認されていることから、胸については何らかの整形がなされていることは間違いないでしょう。その後もだんだんと女性化は進んでいて、女子力にも磨きがかかっていたリューチェルさんは可愛いや美少女と評判でした。そんなリューチェルさんは干される前にはテレビの出演回数が多すぎたこともあり、貯金に注目されたことがありました。結婚する前の2016年10月23日放送の誰だって波乱爆笑日本テレビ系において、当時ブレイク中だったのリューチェルさんが当時の貯金額を匂わせました。同番組によると、貯金額を聞かれたリューチェルさんがサーターアンダギー100万個くらいかしらと沖縄菓子の値段になぞらえて返答しました。スタッフが1個100円として1億円と聞き返すと、否定しなかったというのです。しかしこのやり取りについてテレビ誌のライターは、実は100万個という数字には伏線があるのです。10月13日放送の TON 日本テレビ系にてリューチェルは自分の月収をサーターアンダギー10万個と告白。話の辻褄を合わせるために貯金額はその10倍にしたんでしょうね。そもそもテレビに出始めてやっと1年なのに、直近の月収の10倍にも当たる金額を貯められるはずがありませんと、どうやらサーターアンダギー100万個分の貯金とはリューチェルさんなりのリップサービスだったようです。それではリューチェルさんの本当の収入や貯金はどれくらいあるのか、前室のテレビ誌ライターが予想していました。リューチェルは今年上半期のテレビ出演が113本で、現在では月間30本を超えているでしょう。そしてギャラの方は1本10万円程度が相場。いくら人気とはいえ、芸能界的には昨年デビューの新人ですから上積みは期待できません。本人の取り分が 50% として月収は150万円といったところでしょうか。とてもサーターアンダギー10万個分1000万円には届きませんが、21歳の若者としては十二分に稼いでいると言っていいでしょう。とこの人気が続けば年間1000万円ほど貯金することはできそうという予想を立てていました。当時はペコさんと交際中だったため、貯金がたまったら結婚したいと明かしており、もしかしたら1億円とは最終的な目標額で、結婚する頃にはその目標額は達成していたのかもしれませんね。離婚して自分磨きのためにお金を使っていた近年はその貯金額がどうなったのかは分かりません。リューチェルさんの残された貯金はいくらなのか気になります。いかがだったでしょうか。突然他界してしまったリューチェルさんは、モデルやタレントの他に歌手として曲を出したこともありました。そんな若者のカリスマとされてきたタレントが夫になりパパとなったことはとても注目されました。しかしリューチェルさんには性自認の違いがあり、世間からはリューチェルさんの生き方に厳しい意見も多かったようです。そんな意見がリューチェルさんにダメージを負わせていたのか、とてもショックだったリューチェルさんの死亡の真相はまだ謎に包まれています。これからの報道などには注目していきたいですね。リューチェルさんのご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。